続いて大須価格調査隊です。今日紹介するのは旬のお野菜の値段です。お知らせの後です。さあ、ここからは大須価格調査隊です。昨日に引き続き生鮮食品館佐野屋からお伝えします。はい、今日見ていくのはこちらです。キャベツ、レタス、ブロッコリー、タケノコの価格です。玉井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。では早速、先週と今週の価格の比較、このようになっています。まずは一番変動の大きかったタケノコですね。こちらは先週と比べると仕入れ価格は75円下がっていますが、これはどんな理由ですか？はい、1月から出荷が始まりました。タケノコですけども、九州産から三重県桑名産が出荷のピークを迎えておりまして、お買い得です。まさに今が旬ということなんですね。はい、そしてご覧いただきたいんですが、こちらの佐野屋にはビッグなタケノコがあるんですよね。はい、よいしょ、はい、どうもビッグだ。これすごい大きさですよね。これよ、想像より1本単位で売られてるんですよね。はい、1本単位でお料理にこだわるお客様のためにですね、リーズナブルなものから大きいものまでご用意させていただいております。こちらでおいくらですか？こちらでですね、税込み755円で提供させていただいております。この大きさとこの価格というのは、はい、まあ、去年と比べてみるとどうでしょうか？同じ水準か若干お買い得でございます。そうなんですね。これはどういう食べ方をすればいいんですかね？そうですね、気になる。先端側が柔らかいので、シンプルに茹でていただいてですね、そのまま召し上がったりいただいたり、お吸い物をやっていただいたり、中央部分は、まあ、素揚げとか天ぷらで、固めの根元でですね、炒め物とか炊き込みご飯をやっていただけるといいと思います。いろんな違いがあるんですね、この一本で。はい、この三重県産ということですが、はい、どんな特徴があるんですかね？はい、肉厚でですね、香り豊かで、日本中のタケノコの中でも最高峰の一品として評価が高いものでございます。すごいですね。では続いてレタス見ていきましょう。こちらは50円下がっていますが、これはどんな理由ですか？はい、天候がですね、安定いたしまして、出荷量が安定しております。供給量が豊富で、仕入れ価格が下がりましたので、はい、お買い得でご提供させていただいております。ブロッコリーはどうでしょう？15円下がっていますね。そうですね、同じく天候の安定に伴いまして、愛知県産も供給量豊富でございまして、仕入れ価格安定しておりますので、お値打ちで提供させていただいております。天候が安定していることで値段が下がっている、はい、ということなんですね。そしてこちら、続いてキャベツですね。はい、これは変わっていないということでしょうか？そうですね、春キャベツから新キャベツに、変わりましてですね、またこちらも出荷量、安定しておりまして、仕入れ価格下がりましてですね、はい、お買い得でやらせていただいております。野菜全体的に見ても値段が安定してきているということなので、はい、いろんな食材を使いながら料理楽しんでいきたいですね。以上、中継でした。